役に立たない雑学。南極ではどんなに寒くても人は風邪をひかない。寒さでウイルスが存在していないため。豆知識の由来は、うんちくをたくさん語っていた人のテーマが豆についてだから。鉛筆一本で線を描ける距離は56キロ。かき氷を食べるときに頭がキーンとなる学問的な正式名称はアイスクリーム頭痛と言われる。1円玉を1個作るためには3円かかる。5円玉を1個作るためには7円かかる。お菓子メーカーのロッテが初めて販売したものは使い捨てカイロだった。ドイツは釣りをするために国家資格が必要。体を抗菌ティッシュで拭くとその部分だけ蚊に刺されにくくなる。エッフェル塔の高さは18程度。夏と冬で高さが変化する。コアラはユーカリに含まれている猛毒のせいで一日中寝ている。ギネスブックに世界一硬い食品として載っているものは鰹節。チンパンジーは自分で自分をくすぐって笑っている。